中川翔子のツイッターアカウントが現在大炎上しています中川は14日未明この2匹捨て猫を保健所に連れて行きました飼い主さん見つからなかったのとても悲しいですという一般人アカウントのツイートに保健所に連れて行くなとリプライを飛ばしたことで騒動に発展日頃から犬や猫の里親募集を母親の中川恵子氏と共にツイッター上で行っている中川ですが 思わぬきっかけで、過去の炎上まで蒸し返されてしまう事態となってしまいました。保健所に連れて行くなというツイート後、すぐに、一般アカウントには、中川ファンと見られる多数のアカウントから批判が殺到。すぐに同アカウントは削除されてしまいました。そのアカウントの過去のツイートを遡ると、4匹の捨て猫の里親を探していたものの、2匹だけ見つからずに、 泣く泣く保健所という選択肢となってしまったことその2匹は譲渡会という里親を探す集会に出されることが分かるため中川の批判は少々筋違いの内容であることが明らかになりました芸能ライター中川はその後一般アカウントに批判が殺到したことについて人への理不尽な攻撃をする人々がいたことが非常に残念ですとツイートところが一部では 先に個人を吊るし上げたののは自分だろ。どっちが理不尽な避難より先に里親募集を呼びかけるべきだったのではと中川を非難する声が上がってしまったのだツイッター上では捨て猫の飼い主に名乗りを上げる者も,も現れましたが飼い主を探していたアカウントはすでに削除されていたため結果的に猫の行方もわからないまま中川のツイートがなければ 飼い主候補が現れることもなかったのですが有名タレントという自身の影響力を顧みず一般人ツイートを安易に批判してしまったのはやはりまずかったのではどうさらに話はこれで終わらなかんましたこの炎上がきっかけで現在ネット掲示板などでは過去に起こった中川の動物に関する炎上騒動まで蒸し返されてしまっていますまずクリオネオ 準備や知識のないまま飼い始めたと批判が殺到した1件についてです。このクリオネは、飼い猫が、水槽のコンセントを抜いて死なせてしまったそうなのですが、猫のせいにするなという声も出ていました。ママシタ、中川とビームスが共同プロデュースするブランド、ムツで、ウサギのリアルファーを使ったアイテムを出していることにも、ブーイングが起こっています。こうした過去のことまで掘り返されるのは、それだけ。 中川に反感を持つユーザーザが多いといととううことでしょうどうオタクアイドルの先駆け的存在でオフィシャルブログの解説などいち早くネットを駆使してきた中川ですが今回の大炎上騒動はもうしばらく後を引いてしまうことになりそうだ。